吉田さん、私はね、情報ビジネスこそうさんくさくなくて最もクリーンで最も役に立ってロスがない商品だと思いますよね。逆にね、物っていうのはこういった物、こういったもの、物があるものっていうのは最も扱いにくくて最もロスが多くってね、こっちの方が相対的に見るとうさんくさいと私は今思いますね。もちろんうさんくさいと言っても全否定するものじゃないですよ。相対的になんですよ。で、なんで情報がいいかっていうと、多くの人は判断を間違うんですよ。それは情報不足なんですよ。例えば詐欺に未だにかかる人がいます。どういう特徴を持っているのが詐欺なのか、どういうふうな段取りで来るのが詐欺なのか、どういった裏付けを取れば真っ当だと言えるのか、こういうふうな判断材料は情報っていうものがあれば見分けられるんですよね。ですから情報がないことが最も危ないと私は思うんですよ。で、もうちょっとね、具体的に掘り込むと、どうやったら効率的にお金が稼げるのか、どこで誰と仕事をすればいいのか、これも情報ですよね。この情報がないから未だに30年前50年前と同じような仕事の探し方をフリーペーパーとか職案に行ってやってるんですよ。で、あとね、情報ビジネスの恐ろしいところっていうのは、小学校、中学校、高校に行っても大学に行っても税金とか借金の口座ってないんですよね。いや、これどうですかね。こんな重要な情報を私たちは学ばずに社会に出てるわけですよ。こんな危なっかしいことないと思うんですよね。まあ、ですので私たちは必要な情報を閉ざされて、不必要な情報を先に学ばされるっていう、そういうね、おかしなループに入ってるんですよ。ですから私は気づかされるとかね、発見がある、自分の考えが変わる、こういった情報をもっともっと出すべきだと思いますし、そこにはね、やっぱ価値が高いわけですから、人間の人生を変えてしまうわけなんですよ。だからそこにはきちんと値段をつけるべきだと思うんですよ。まあ、昔はね、情報をやってるのが怪しい商売と言ってされてましたよね。なんで怪しいかっていうと、ほとんどの人が持ってない情報を持ってるからなんですよ。どっからそんな情報を探ってくるんだよみたいな感じでね、怪しいんですよ。でも大事なものっていうのはそこら辺に溢れてるもんじゃないんですよね。大事なものっていうのはそれこそね、どっから来たか分かんないけどそこにあるものなんですよ。空気や水みたいにね。それから神様っていう存在がいますよね。神様っていう概念もいわゆる情報です。それによって騙されたり励まされたり慰められたりするわけなんですよ。で、昔なんかイタコっていうのいましたよね。今でもいるのかもしれませんけども、イタコさんがなんか霊を下ろしてね、そして依頼者の目の前で依頼者が会いたいという人と引き合わせてくるんですよ。それはイタコさんのもしかしたら幻想なのかもしれませんし、やらせなのかもしれませんけども、確かに依頼した人は死者と何らかの会話をしたり、もしかしたらね、生き別れになったり、仲直りせずに死んでしまった身内の方と最後の謝罪をしたのかもしれません。そして心の平和を取り戻すためにイタコさんにお金を払って頼んだのかもしれないですよね。そう考えるとバカにしたもんじゃないですよね、情報ってのは。で、私が稼ぎ方を変えたのも情報によるもんですしね。私がずっと発信してるのも情報なんですよ。なるほど、そっか、そういうことなんだっていう速稼塾ですからね。それに比べたら1時間900円1000円で働かせてくださる人にどこまで感謝すればいいのかなと思ったら、やっぱ時給ね、900円とか1000円で使ってる経営者に金返せって言わないといけないですよね。経営者は情報を隠して、そして小出しにしたものの中から錯覚させてるんですよ、労働者に。これで適正なんだというふうに錯覚させてるんですよね。で、まあ財務省もそうですよね。財務省も財務大臣に情報の一部しか出してないんですよ。だから財務大臣は勘違いしたり洗脳されたりするんですよ。で、莫大な情報っていうのを隠したり意図的に出したりすることによって、世の中、マーケット、お金、金利が動いてるとしたら、私たちは情報にもっともっとね、関心を示して、それこそ情報に最もたくさんのお金を出していく、そのぐらいでちょうどいいと思うんですよ。まさにね、お金を払わずに得る情報っていうのは結構使えないものが多かったり、あやふやなものがあったりするんですよね。さあ、それでね、まあ、これはやめておけっていうよりも、私は情報ビジネスがすごくいいと思います。ただこれに分からない人は遅れるってだけなんですよ。いや、情報ビジネスすごいなと。情報こそまず最初に私たちが手に入れなければならない、水とかね、電気とかね、ガスとか、そういったものじゃないかなと思うんですよ。だから携帯電話、スマホ、こういった通信機器が発達したんだと思うんですよ。
グーテンベルグの活版印刷、情報が一気に印刷によってバーッとね広がったでしょ。そのぐらい人類は昔から情報を求めていたんですよね。情報を伝えたい、情報を受け取りたい、その思いがこういった印刷技術とか電話とかねメールとかに変わったと思うんですよ。で、私たちはどうしてもね人の意思をこう掴みかねてるんですよね。要するに人の意思ってのは情報ですよ。しかも情報ってのは変化しやすい。だから私はね情報ビジネス以外の方がうさんくさいと思いますね。うん、それはもう本当付け焼き場にしかならないというふうに相対的にですよ。うん、バカにするわけじゃないですからね。リアルビジネスってのは本当にね手間がかかって時間がかかって人の犠牲を強いすぎるんですよ。うん、だって、ね、10年間ね働いてた店が急になくなってそこでのキャリアっていうのが他のところでは通用しなくなるわけですよ。そこで情報じゃなくて労働っていうのが時間っていうのが人生っていうのが数年分無駄になるわけですからね。そう考えるとね私はね本当にね店舗っていうのは人生の最後ぐらいにやるのがちょうどいいと思います。ああもう余ったお金がで今75歳、1億円余った、まあ使い切れそうにないから5000万ぐらいなくなってもいいから店やってみっかみたいな感じですよね。そしたらそこに70数年分の人生を詰め込める本当に素晴らしい店ができるんじゃないかなと思うんですよ。若いうちにやるのもとってもいいんですよ。いいんですけども若い時間は不動の巨万の富を築く方を優先した方がいいんじゃないかなと思いますよね。そのためには知らせることによって人を救う、そんな情報ビジネスをね私は徹底的にやるべきだと思いますね。ということでね情報が大事なのは昔から分かってたんですけども、情報の伝達手段、1対多数に伝える手段がずっと私たちはなかったんで、インターネットができた時代、 YouTube ができた時代に私たちは情報に、情報ビジネスに向かうことができたんじゃないかなと思いますね。各有私もね吉谷さんもそうですけども、こうやって好きなところから情報を伝えるだけで労働を一生懸命する方よりも高い報酬を短い時間で得てるわけですよ。だからやっぱりこう労働も必要なんですよ。でもバランスとしては情報発信によって自分の所得を得て、労働によっては所得を得るというよりも社会に還元するというね、お返しする、恩返しするっていう、そういうふうな分け方の方がいいんじゃないかなとか思っちゃったりしますね。どう思われますか。まあ、とにかく、まあなんですかね、物より思い出って言いますよね、昔ね。そんなキャッチコピーがありましたけども、いや本当に物より思い出だなと思います。物より思い出ね。ナイト2000で過ごした日々ってのは、ナイト2000がなくなっても私の心の中で生き続ける。そんなところですかね。物より思い出。